ああ染み込む。やっぱこの時間めっちゃ幸せですよ。めっちゃ気持ちいいです。おああもう一瞬で目が覚めました。よしじゃあどんどん撮影していきましょう。はい、ということでドームショップです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとまあ断捨離デーにしたいと思います。でこれ僕の経験なんですけど、こういろんな作業にごちゃごちゃし始めた時っていうのは部屋の中もごちゃごちゃしてるっていう、だからその部屋と自分の生活スタイルが連動してる感じがするんですね。まあ単純にちょっとした思い込みかもしれないんですけど、そういうのが今まで経験としてありますっていうのと、やっぱこう撮影だったり編集にフォーカスしたい、あとはコンサル生さんに時間をたっぷり使っていきたいっていうのもありますので、なのでそうなっていくときに、ちょっとやっぱこう、あ、これやんなきゃな、あれやんなきゃな、あれどうなってんだっけみたいな、そういうのがすごい増えちゃってるんですよね。で、そういう思考を奪ってきたので、もうそういう、あれどうしようかなとかって思ってるもの、その中にも大切なものもあるんですよ。あれ本当にやらなきゃいけないっていうのもあるんですけども、なんかでもそういうのをこう頭の中でごちゃごちゃしているのも、やっぱすごい精神衛生上良くないですし、そうすると、やりたいことにフォーカスできなくなっちゃうので、そういうのも一旦ちょっと整理をしたいなというふうに思います。はい、じゃあ早速始めていきましょう。まずこちらからですね、このエアコンはまあ普通に大丈夫で、この電球も元気バリバリで活躍してくれてるので大丈夫です。もうカーテンが擦れないようにちゃんとこう距離を空けてるんですよ。で下に行ってこのパキラなんですけど、これちょっと見てくださいよ。3月と4月で全然水をあげなかったんですね。もうパキラ水あげなくて放置プレイで育つからとか言って全然水をあげなかったらですね、めっちゃ枯れたんですよ。もうなんか 葉がしおしおってなって、なんかあもうこれダメだなと思ってたんですけど、もうちょっとずつ芽が生え始めたので、あれちょっとこれもしかしたらいけるかもと思って、もうそれから水をドバドバあげるようにしたんですね。そしたら生えてきました。こういうところちょっと生えてますし、でその生えたところが1週間でこれぐらい伸びるっていう、これぐらいの大きさになったっていう、そうよかった枯れなくて。まだまだいけますよパキラちゃん。これは僕の家の中の唯一の癒しアイテムなので、これはもうバッチリ取ってきます。でここなんですけども、これは換気口なんですけど、この何て言うんでしょう、中がもうポロッといっちゃってるんですよね。取れちゃってるんですよね。でね、これガムテープしておかないと、もう風がピュー入ってきて虫がわー入ってきちゃうので、じゃこれガムテープで塞いでるっていう感じです。ちょっと見てくれ、かなり悪いですけども、今不動産の管理会社の方に修理してくれっていう風に電話をしています。はい、ということでこのスペースはスッキリしています。でこのまあカーテンも OK で、で次布団スペースです。でこの布団まだその三寒四温の時があって、寒い時には活躍してくれるんですけど、まあもうそろそろもうなんかそういう寒い時期も終わるのかな、寒い時期も終わるかなっていうか、別に毛布がなくてもこの布団だけでいいですし、この部屋にはマッチしていないこの貴族風の模様がちょっと目立っちゃうんですよね。なのでまあこれはいいかな。あったらあったで普通に便利なんです。迷ったら捨て。で次にこの電気式布団的なやつなんですけど、これ冬にこうやってスイッチオンして、こうするとこのシートがあったかくなるんですよね。でも真冬活躍してくれるアイテムなんですけど、もう今は活躍してくれないというか、スイッチオンにすらしてないんですよ。でやっぱりこれもこの部屋の何でしょう、見てくれがちょっと悪くなっちゃうんですよね。ではなんでこの色買ったのっていうと、まあ、この色しかなかったからなんですけど、まあ、寒くて緊急で必要だったから買ったんですけど、もう暖かくなってきてこれから暑くなりますよっていう時期にはもうちょっと必要がないというか不要って感じですね。じゃあしまって冬越せばいいじゃないですかっていうふうに思うんですけど、冬を越すための保管スペースっていうのがもうないんですよね。なのでこれどうしようかな、どうしようかなって思って迷ったら捨て。この2つのアイテムを手放したら一気に爽やかな部屋になりました。はい、良かったと思います。じゃあ続いて勉強スペースに行きましょう。でこの書類はちょっとまた溜まっちゃったんで、すぐにノートに貼り付けてデータ管理します。でこれスマホ、これ必要です。でこっちの充電ステーションに行くとパソコン必要で、このパソコンの充電器とか、あとスマホをこう充電して、ちょっとコードごちゃごちゃしますけどもね、はい、このカメラの充電、これも必要です。でこれなんでしょう、よいしょ、ああここにまた冬物がありますね。よいしょ、この3点セットですね。この3点セットです。これはパソコンのこう机の作業してる時にこれをこう足に入れて、
こうやってかけると、なんていうんでしょう、こう電気ごたつみたいな感じになるんですね。すごくあったかくなるんですよ、この足元が。なので、集中して作業できるので、すごい僕これ気に入ってて毎日使ってました。でもこうやって暖かくなってきた時にですね、これをもうスイッチオンしなくなって、膝掛けもそんなに使わなくなってきましたね。でしかもこのスリッパ100均で買ったやつなんですけど、履かずにこう上におまんま置いてたらもう潰れちゃいましたね。いや汚な。のでこれもダイソーで200円で買ったやつなんで、もう十分元取りましたということで、これも手放します。であとこれなんですけど、これも確か3000円ぐらいで買った電気もやつなんですよ。で先ほども言ったように、この部屋の中にはそのシーズンをまたぐための保管スペースっていうのがもう一切ないんです。そういうスペースがないんですね。なのでこれもどこかにこう保存して冬を越すみたいな、そういうことができません。まあ、だからこそすぐに元を取れるようなアイテムっていうのを、まあらかじめ買っとくんですよね。だからこういうところにはお金をかけないです。そうなので、これはまあ冬を越してくれてありがとうということで、はい、手放します。まあ、こういう動画見せるともったいないっていう声がもううわー聞こえるんですけど、僕ももったいないと思うんですよ。もったいないと思うんですけど、でも使わないよなとかっていうのもやっぱ思うんですね。でそうやって迷った瞬間にやっぱ捨てないと、もう次に進めないです。はい、なのでまあ捨てます。はい、 OK です。ちなみに今何時でしょう。ちなみに今10時10分です。はい、どんどん進みましょう。次のこの上のスペースの、これを飲み物とお菓子スペース、ご褒美スペースですね。で、この上にカバンがあるんですけど、このカバンも3つあって、ちょっと増えてるというか、なんでしょう、もうこのカバンが買いたいなって思ってるんですけど、機能面では最高なんですよ。このエレコムのオフトコのやつ、このちょうどいい13インチが入るちっちゃいコンパクトな感じで、で機種のもいっぱいあって、取り出しもめちゃくちゃ便利っていう、なのでこれのちょっとこうもうちょっと高級感のあるような感じであればいいんですけど、ないですね。なのでこれ迷ったら捨てなんですけど、これ捨てたところでまた同じの買いそうっていうことでこれ使ってるんですよ。でもそれってその人にとっての本当に必要なアイテムなんだなっていうのをこのカバンで感じてます。このカバンに関しては、まあ、ある意味もらったというか、まあ、400円で譲ってもらったようなもんなので、そうこれはまあ本当に今シーズン使ったらもう終わりかなという感じですね。でこっちに関しては結構高級感もありますし、すごいコンパクトで気に入ってはいるんですけど、ただのこのビッグな財布がちょっとこの中に入らないので、もう完全にキャッシュレス化できた時に大活躍してくれるなという、そんなアイテムですね。なのでこの2つは、まあ、これからも大活躍してくるので使います。でカバンスペース OK です。でここにちょっと公的な書類があって、これ年金とか、あと健康保険とかですね、あと家賃のなんかこう契約のなんとかっていう書類があるんですけど、これがめんどくさいんですよ。まあでもやんなきゃ。はい、じゃあこれ置いておきます。でこっちですね、続いてよいしょ。はい、ここら辺はすっきりしています。あ、ただこれいらないか。なんかメントレノートだったり、社協ノート、財務管理士ノートとかっていうのがあります。はい、これ大丈夫です。で、続いてこちらですね。おお。これはこっちに、そのボディケアとか歯磨きとかそういうものが入ってます。で、こっちには、その工具ですね。ドライバーだったり、ネジだったり、ドライバーだったりっていう、その必要工具、DIY 用の工具がこの中に入っています。で、あとこれ、矯正の器具とかも入ってます。これ、ワックスがあって、これ、ニベアの青缶があって、で、日焼けクリームがあったり、鼻毛カッターがあったりするんですけど、ボディクリームっていうか、肌ケアだけでこの4つあるっていう、4つもいらないでしょっていうのがもう目に見えてるんですけど、でもこれはまあ本当にいずれ使うので、そうこれはもう普通に持っておきます。僕はその高校大学って言います、高校は硬式テニスやって、大学はラクロス部やってたので、もう日焼けしまくってるんですね。でもしなんならその日焼けしてなんぼ、日焼けしないとモテないみたいな風に思っていたので、ガンガン日焼けをしていました。でも社会人になっていろんな人と話をするようになって、僕が衝撃を受けたのが、64歳なのにお肌がツルッてして、でもう見た目すごい若々しい人がいたんですね。でその人がその毎日顔パックしてるっていう話もしていたので、え、顔パックしてんのと思って、なんか女臭いなって思ったんですけど、でもやっぱそういうのって大事なんだなと、あ、どんどん自分の概念ぶち壊していかなきゃダメだなと思って、こういうのを使い始めてるっていう感じですね。いろいろ試してるんですけど、最近のお気に入りはこのウーノのプロテクションっていう、これ松京で買ったやつです。ウーノのクリームパーフェクションっていうやつなんですけど、匂いがすごくいいです。なんか化粧水と
と乳液がなんか一緒になってる、これだけ塗っときゃいいよみたいな感じなんですけど、こうやって塗った時にやっぱ匂いがすごくいいので、それだけでも気持ちが上がりますし、うん、すごい染み込んでるって感じしますよ。カメラの前で何やってるんだって感じしますけどねこれはい、なのでまあごちゃごちゃしますけども、これちょっとこのまま置いときます。で、これが汗臭くならないようにボディースプレーみたいな、そういうやつですね。で、これがホワイトニング用のやつで、で、あ、これ鼻うがいをするためのアイテムなんです。で、これなんで買ったかっていうと、まあ、4月になって花粉症っぽい症状が出ちゃったんですね。まだちょっと僕の中では 100% 認めてないですけど、まあ、花粉症っぽくこうくしゃみが止まらないみたいな状況になっちゃったので、まあ、その時にこうじゃあ鼻うがいをしましょうということで買ったやつなんです。で、これすごい効果抜群の群で、もう鼻スーって通るんですけど、でもそうやってる間にもう花粉の季節終わってしまって、特にこう鼻水もまあ普通にティッシュで噛めばいいやぐらいの感じなので、そう、これ全然使わなくなってしまいました。まあなので、そう、でもやっぱこれだけ量が残ってるとまだまだ使めちゃくちゃもったいないですけど、迷ったら捨てです。はい、なんとなくスペースにゆとりができたと思います。で、あとこっちでドライバーだったり、このゴムもあのずっと使って常時使うのでこれも必要です。で、あとこれですね、これはこういったカメラを検品するための電池ですね。昔の古い電池なんですけど、でもこれ全然使ってないんですよね。そう、これでもかなり減らした方なんですけど、もうこれすらも最近全然使わなくなっちゃいましたね。これもじゃあ処分します。これで OK です。で、こっちはですね、これまた仕事道具が、これ雑巾だったりストラップだったり、これもまあ仕事道具が入っていますと、こういうマイクだったりドライヤーだったり、あとそのケトリのやつだったり、あとこの電動歯ブラシの充電器だったり、はかりだったり、なんか電子周辺機器みたいなのがこう入って、これは電気敷布団のコードですね。これ先ほど断捨離したのでこれも捨てです。あとこれが YouTube ライブ配信の画質向上につながるかなと思って買ったカメラなんですけども、これ結局ですね、全然この MacBook Pro 内蔵のカメラの画質がいいということが判明してしまったので、もうこれは全然使わなくなりましたね。そう、なのでこのウェブカメラは手放します。で、これはせっかくなんで、もでこれは手放すのも、でこれはゴミ箱にポイするのもったいないんで、メルカリで処分したいと思います。はい、じゃあここも OK です。よいしょ。はい、じゃあ続いてこちらの行きましょう。これは OK です。で、あとこれもですね、このレンズはすごい軽いので、ちょっとこう外歩いてパッ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 撮りたい時っていうのはものすごく大活躍してくれるストレスフリーなレンズなんですよ。写りもすごくいいですし、だからこれすごい気に入ってます。なんですけど、まあ問題はこの付属品ですよね。こういうのがやたら邪魔っていう、まずこれいらなくて、で、これはこのレンズにつけて、でもこうやってつけてしまうと、なんかこうレンズ切り替えるときにパッパパッパできないので、なのでこれはこういう風に持っときたいですよね。で、あとこれがレンズアダプターなんですけど、これももう全然使ってないですね。これもメルカリに売ろうと思います。うん、これで OK です。で、あとここにカメラを置きますと。で、こっちに行くと本が、で、この本まだちょっと読んでないので、読んだら断捨離をします。で、下に行くとこれ洋服スペースがあって、で、なんでここに洋服スペースかっていうと、ここにかけていたものをこっちにちょっと畳んで移動できたらいいなと思って、こうやって畳んで移動してみたんです。で、これは冬に僕の足を温めてくれたヒートテックなんですけど、これはちょっと下着スペースでこうやってしまっておきます。そう、今住んでる部屋がその収納スペースっていうのがもうほぼほぼないので、こういうのを作って収納させるしかないんですよ。なのでどうしても見えちゃうってやつですね。こう見えちゃうものに関しては一箇所にこう集約させてるっていう感じなんですよね。なので、まあここら辺に関してはすごいごちゃっとしちゃいますけど、はい、これをこうやって下に移動させて、このズボンをこうやって乗っければこのスペースが空きましたね。で、これを上に持ってきたら、この上のスペースが空きましたね。うん、見てくれはすごいスッキリしたと思います。じゃあ次にこっち行きましょう。ここは、主にかけるスペースなんですけども、正直これも畳んで、こっちに移動させればいいんですけど、まあこれは一応かけています。はい、シャツとか、シャツとか。あ、あとは、あれ、そうそうそう、あとこれですね。これこれこれ。おー。2年前に有楽町にあるロフトの中に入っている無印で買った、セーターです。はい、で、これめちゃくちゃ活躍してくれたんですよね。これがなかったら僕は冬越せてないっていうぐらい毎日毎日着せましたね。買った時の値段が9980円ぐらいだったんですけど、12000円ぐらいかだったんですけど、100日はもう確実に使ったので、もう使い倒したので、もうボロボロですよ。ということで、もうこれは本当にありがとうございました。大活躍してくれましたので捨てです。
でこっちに来まして、でこれが相変わらずちょっと古臭い台所でございます。でまあ一応綺麗にはしているんですけども、まあどうしてもこう古臭さは否めないですね。でこの上にある食器類は使ってますし、これも使ってますし、ここらもちょっとごちゃっとしちゃってるんですけど全部使って今乾燥させてます。で下に行くとこのマイナー板とかも全部使ってますね。これも OK です。これ全部使ってるんですけども、まあこういう感じでごちゃっと見えてしまいます。でここにはパスタとかありますね。で冷蔵庫の中はもう味噌汁と納豆しか入っていないんですけども、だいたい当日買って当日食べちゃうのでここに保管する量はないですね。最近自炊で新しい料理を開拓するのにちょっとハマっていたりもするので、こういった調理器具っていうのは増えてしまいます。調味料は増えます。なんですけどこういった油に関してはもうさっさと使わないと酸化してしまうので、ちょっと早く使います。はい、 OK です。で続いてこのぶら下がり剣じゃなくて懸垂バーはこれ使ってるので OK です。でお風呂スペースも、あこれちょっと乾かしておきましょう。はい、ここも大丈夫です。はい、で続いてこの玄関なんですけども、玄関スペースは、まあ、パソコン の, ルーターが置いてあったり靴が置いてあったりっていうので、まあスッキリしてるかなというふうに思います。で問題はこの中ですね。はい、じゃじゃんと、これがもう急に出てきましたね。存在感がすごいです。こうやってトイレットペーパーを溶かしてしまえば、あと中にあるのはこういう結構すっきりしてますね。うん、この中には全部必要なものしか入ってないので大丈夫です。はい、じゃあこれ戻しましょう。相変わらずの存在感ですけど、これ OK です。でこっちのスペースに行くと、これ靴磨き器ですね。であとこっちにクイックワイパーのやつがあって、それのシートがあって、はい OK です。でこれが買ってまだ 2,3 回しか使ってない掛け布団なので、これも来年まで持ち越すために OK です。取っておきます。でこっちの方に行くと、まあ税理士の書類だったり、あと掃除道具だったりっていうのが、まあ、ここのスペースにまとめられています。あ、これちょっとお手洗いのやつですね。はい、入れておきます。はい、でこれ紙袋とかビニール袋はこの中に入っています。はい、 OK です。はい、そんな感じですかね。あとはこれですね、このパソコンなんですけども、これはですね、断捨離をするからいらなくなって、でも処分の仕方がわからないって言って僕のところにやってきたパソコンなんですよ。あわよくば使えればいいななんていうふうにちょっと下心でもらってきたんですけども、案の定その事前に言われていた画面が揺れるっていう症状よくわかんなくて、まあいただいたんですね。でそしたら画面がすごい縦に上下にブレるんですよ。もう画面がブレるんですよ。ブル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 って。僕もこう元システムエンジニアの端くれなので、まあそういう知識を振り絞っていろいろ整備してみたんですけども、ちょっと直らなかったですね。なのでこれは普通にどっかのリサイクルショップに処分していきたいと思います。はい、こういう感じですかね。ここに捨てるスペースがあって、でこの勉強机、やっぱこの書類がどうしても書類がごっちゃりしちゃいますね。これ早くなんとかしたいですね。でこっちのお菓子スペースもなんかちょっと景観を邪魔しているので、ちょっとこういうところにこういうところにしまっておきたいと思います。はい、で、まあ、ある程度スッキリしましたと。でこっちも OK で、まあ、ここら辺ちょっとごちゃっとしてるんで、まあ、ちょっと早く本読みたいと思います。でこっちで、これ仕事道具 OK で、上も OK。 はい、 OK ですね。はい、 OK だと思います。もう僕は冬物に関してはもうワンシーズン使ったらあとはもう手放すっていう風に決めて買っているので、なのでこういったものってすごい安いですし、その1回あたりのコストっていうのもすごい何でしょう、抑えられるように一応買ってはいますね。前必要だったけど今必要じゃなくなってるっていうアイテムもやっぱあるんですよ。それなんでかって言ったら、僕がやっぱちょっとずつこう考え方を変えてたりもしているので、自分が変化してるんで、その周りの環境もそれに合わせて変化をさせる必要があるんじゃないかっていうことですね。っていうかこれ捨てたいんですけど、粗大ゴミになんじゃないかっていう、カットをして小分けにすれば燃えるゴミでも大丈夫っていうことらしいんですけど、まあ、そのカットする時間だったり手間すらめんどくさいんで、ちょっとこれは粗大ゴミに出していきたいと思います。でもこういう冬物以外はこういった小物関係ちょっとしか冬のものないんで、まあ、なのでやっぱどんどんその必要なものっていうのは厳選して取り入れられてきてるのかななんていうふうに思います。で、あとこっちはちょっと粗大ごみとして後で処分しておきます。次にじゃあこれメルカリに出品します。一段落したところでちょっと仕事を再開していきたいと思います。
あ、こんにちは。すみません。また宇宙の喋ってしまった方が早いので、こうやって動画でお伝えしていきたいと思います。今月の。